先週の土曜日より387人減りました東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに795人確認されたと発表しました土曜日に1000人を下回るのは去年の元日以来およそ1年2ヶ月ぶりですまた9人の重症者、2人の死亡が報告されました